目吹き大橋。千葉県側より右が歩行者用。千葉県側より目吹き大橋は、茨城県坂東市むしろ内と千葉県の出し目吹きの間の利根川を渡る主要地方道茨城県道、千葉県道3号筑波の打線の橋である。開通前は、小賀市にある国道4号利根川橋や取手市にある国道6号大利根橋まで大きく迂回しなければ、 東京方面に行くことができなかったが、元橋の開通によって都心までの所要時間が大幅に短縮された。これによって、岩石周辺は東京県向けのレタス白菜など近郊農業を中心とする農業によって大きく成長した。その後、元橋の慢性的な混雑緩和のため1980年に下流側に新王と寝ばし、1990年に上流側に 下宇佐と根大橋が建設されたが、双方とも有料道路だったことに、下宇佐と根大橋は2020年に無料化、特に新大戸根橋までは直線距離でも1 3トルほど離れていること、等から交通量が大きく分散するまでには至っていない。茨城県、千葉県によって計画され1958年12月24日に日本道路公団の管理する有料橋として、 供用を開始した。九百六十八年十月三十日に、茨城、千葉県に管理が移管され、通行料が無料となった。その後九百八十五年三月十二日に、下流側に歩行者用橋が建設されて開通した。道路共体館昭和三十六年度ピアニッシモ、十四百八十五目吹き大九百五十八年十二月二十四日。 土木学会附属土木図書館、道路の区域変更、道路の共用開始、茨城県法、第7328号、ピアニッシモ、90。ありがとうございます。